おはようございます。お待たせしました。冒頭まず私から2点申し上げたいと思います。まず1点目でありますが、本日の閣議で平成29年版の通商白書を閣議配布をいたしました。この白書では自由貿易の重要性、我が国におけるイノベーションや人的資本投資、そして中小企業の輸出拡大の必要性に焦点を当てて、今後の我が国の対外経済政策の方向性を示しております。この白書を踏まえて我が国の経済成長に最大限結びつくよう対外経済政策にしっかりと取り組んでまいります。次に28日水曜日午後から7月1日土曜日午後までアメリカワシントン DC に出張をいたします。今般のワシントン DC 出張は米国政府のカウンターパートである閣僚級、具体的にはロス商務長官、コーン国家経済会議委員長、ライトハイザー通商代表、そしてペリーエネルギー長官と面談をして意見交換を行ってまいりたいというふうに思います。具体的には通商ルールのエンフォースメント協力をはじめ、デジタル、インフラ、エネルギー分野などの日米協力の進め方の具体化に向けた議論を行って、麻生総理副総理の下で行われている日米経済対話の準備に貢献をしたいというふうに考えております。私からは以上です。大臣、朝日新聞の斉藤です。お願いします。EU との EPA 交渉についてとします。先日安倍総理がですね、講演で、7月の大枠合意に向けて努力したい旨の発言をされています。このいう短いスパンでの合意時期について発言、なかなか珍しいかなと思いまして、現時点での交渉の手応え、見通しについてお聞かせください。日 EU EPA 交渉についてはですね、論点もかなり絞り込まれてきておりまして、総理がご発言された7月の G20 ハンブルグサミットの際の日 EU 首脳会談の場での大枠合意、これに向けて引き続き今最大限の努力を傾注している最中ということであります。EU 側と鋭意交渉中でありますから、交渉の具体的内容についてはですね、お答えを控えたいと思いますけれども、日本と EU とそれぞれの関心分野を踏まえながら、一方でお互いのセンシティビティにも配慮をしながら、国益を最大化する観点から最善の結果を追求しているところであります。テレビ東京久保田です。東芝の半導体事業売却についてですが、明日の東芝の株主総会を前に、契約される見通しとなっております。この件について、ここまで来た政府としての受け止めとですね、ちょっと改めてになりますけど、技術の流出についての懸念について、これはですね、あくまでも東芝自らが総合的に見てですね、最適な売却先を考えた結果、優先交渉先というものをですね、決めた、もうそれに尽きるというふうに思っています。政府の役割としてはですね、今ご指摘のように今後届け出が行われたときにですね、技術流出などがないかどうかということについてチェックをするということ、そして三角機構がですね、出資を最終的に決める場合はですね、三角機構の設置法のに基づいたですね、趣旨に基づいた投資になっているか、これも点検をすること、これが政府としての役割だろう。あと加えて言えば、成長戦略を担う立場からいけばですね、日本の競争力強化につながるのか、あるいは四日市で大量の雇用が存在するわけですが、その雇用を守ることにつながるのかという点でも注視をしている。政府の立場はそれに尽きるというふうに思っています。半導体の売却については台湾の鴻海が非常に意欲を示していました。で、会長もですね、会見で、まだチャンスがあるというようなこともおっしゃってましたけれども、でその際にですね、経産省に対してもその不満の矛先が向きまして、でシャープを買収した時も経産省の幹部がですね、シャープを買わない方がいいんじゃないかというような警告を受けたということを言ってますが、この辺は事実関係はどうだったんでしょうか。鴻海のテリー・ゴー会長はですね、鴻海を急成長させた世界的な名経営者であります。またシャープについてはですね、もう
来年3月の決算についてはもう黒字になるという見通しなどですね、まあ、シャープの再建でも大変な手腕を発揮をされているという意味で、まあ、非常に私も注目をしている、まあ、ある意味尊敬をしている経営者であります。ただ東芝の件あるいはシャープの件についてはこれは完全な誤解でありまして、これはあくまでも今回の優先交渉先というのはですね、東芝の経営陣が自ら、まあ、いろんな比較考量の上でですね、決定をしたということになるわけでありますし、シャープに関してもですね、経済産業省が何か介入をしたというようなことはないわけであります。それぞれ株主もある民間の会社でありまして、その政府が介入をして何かを決めるということはですね、これはありえないし、当然経営陣は株主に対する説明責任というものがあるわけでありますから、そういった中で経産省が何かああしろこうしろといったことはできないというふうに考えておりますので、テリー・ゴー会長をはじめ本杯の皆さんにおいてもそこはご理解をいただきたいというふうに思っています。いいから台湾はダメよとかそういう見方っていうのはもう間違ってる。それはあくまでも東芝の判断でありまして、私どもの立場は具体的に届け出が行われた後ですね、技術流出はこれは絶対に認められないというのが我々の立場でありますから、その観点からチェックをさせていただくということであります。あのアメリカ市長のところでお話したいんですけれども、タイミングについてお伺いしたいんですが、大臣の金が時間が取れてからというふうにおっしゃっていたんですが、世界的な予定を見ると、もうすぐ G20 でもしかしたら首脳会談があるかもしれない、それから米中の経済関係が進むかもしれないという中での今回の意義というのは、先ほど申し上げた私が今回お会いする閣僚との間ではですね、まあ、いろんな懸案があるわけであります。例えばエンフォースメント協力ですね、貿易分野における、通商ルールのエンフォースメント協力なんかは、これはできるだけ早く日米で議論を詰めていかなければいけませんし、デジタル、これもサイバーセキュリティの問題などですね、いろいろとアメリカとも連携をしていかなきゃいけないテーマがある、まあ、これをできるだけ早いタイミングで議論したいということでありまして、他の何か日程を意識したというよりもですね、私のカウンターパートと適切な早いタイミングで議論をしたいテーマがあるから行くということだというふうに思っています。楽しみです。他の新聞にですね、経営の費用負担について記事が載っていました。再エネの普及を促すために、経営費用を、まあ、既存電力会社に負担するような内容なんですけども、大臣に対してお願いいたします。なんかちょっと最近はいつも日経さんの記事を否定することになって申し訳ないんですが、送電網投資の負担についてですね、今朝の記事にあるような具体的な検討に入ったという事実は全くありません。ただいずれにしてもですね、系統製薬の課題にですね、ついてはどういうふうに解決していくかということは考えなければいけないというふうに思ってますので、まあ、しっかりと取り組んで、まあ、再エネの最大限の導入に努力をしていきたいというふうに思っています。では会見終了します。